2016年、スバル BRZ 新生。フロントタイヤのサイズアップによるコーナリング性能の向上をはじめ、さらなる進化を遂げた BRZ。 3勝っていう目標を立てたので、3勝、そしてシリーズチャンピオン。去年から今年への進化っていうのは手応えを感じてて、チームとしてはね、やっぱり3勝したい。2016年、 BRZ 新生。2016年、スーパー GT 開幕戦、岡山国際サーキット。今シーズンの予選は出走台数が増えたことから、去年より1台多い14台に Q2 進出の権利が与えられる。迎えた予選 Q1、 ステアリングを握るのは山内秀樹。1秒の間に14台がひしめく大激戦となった Q1。 そんな中、山内が見せる。セクター15マサージを早い。さあ、こちら BRZ がタイム上回ってセクター2来ています。山内がこのハンドルを握っている Q1 ですが、さあどうでしょう、上回ってこれるか。1分26秒560、ほぼもう高専ことに近いタイムでトップに立ちました。今トップタイム、ピッタイピッタイ、オッケーオッケー、クールダウン、ピッタイ。その後、このタイムを上回るライバルは現れず、山内は Q1 を見事トップタイムで通過した。続く Q2、 満を持して井口拓人が登場。行きます。山内に負けじと渾身のラップを重ねていく井口。そして、西口がホームストレート戻ってきまして、タイムはどうだ。1分25秒875、これも速いタイムなんですが、3番手井口、3番手自体はもうほぼ完璧でした。ミスなかったです。了解了解。それまでのコースレコードを上回る1分25秒875という見事なラップタイムをマークした井口。最終的には一つ順位を落とし4番手となるが、確かな手応えを感じる予選となった。もっと前に行きたかったなっていうのが本心なんですけど、まあ、正直予選のアタック自体は本当ノーミスで、まあ、ここ数年で一番決まったんじゃないかなっていうぐらい車の限界を出せたので、まあ、4番手ですけど自分の走りには満足してますし、まあ、これが今の我々の状態だと思うので、まあ、しっかり、まあ、明日に向けて切り替えていきたいなというふうに思います。 Q1 から Q2 にかけて、まあ、全車両が1秒ぐらい上がってるので、まあ、そこにかけてのちょっと、まあ、詰め込みというのか、まあ、その辺が少し足りなかったのかなっていう部分も感じますけど、でもすごくいいアタックだったと思いますし、優勝狙えるポジションなので、まあ、明日切り替えて頑張りたいなと思います。迎えた決勝、スタンドには多くのスバルファンが駆けつけた。スタートが近づくにつれ、曇り空から日が差し、気温は20度まで上昇した。スバルファンの声援を受け、スタートドライバー井口がスタンバイ。82周の戦いが今始まる。
2016オートバックスーパー GT 開幕戦 GT300 クラス今スタート。スタート直後から井口は果敢に前を伺う。井口、今のペースいいよ。今のペーストップ7台が28秒台。しかし10周を過ぎたあたりから井口のペースに異変が起こり始める。今日で言うとちょっとリアタイヤがきつくなってきてる状況です。了解。フロントは大丈夫？さあ、そこまでフロントは来てないけどきつくなりそうな感じです。タイヤが苦しい井口は思うようにペースを上げられず14番手まで順位を落としてしまう。ちょっとハンドル切れないぐらいリアがきつい。井口、あと3周生かして3周できるだけ踏ん張って3周行こう。危なかったらピストに入っていいけどあと3周行く。その後井口は粘りの走りを見せ12番手まで浮上したところでピットイン。悔しさは隠せない。23番手でコースに復帰した山内はじわじわと順位を上げ16番手まで浮上。しかし井口同様山内もまたタイヤへのダメージに苦しんでいた。日本がかなりでも左タイヤがすごい振動しよう。了解。ピット入れるよ。ピット入れるよ。タイヤ交換と給油少し足すからね。レース終盤に想定外のタイヤ交換のためピットインを余儀なくされた山内。最後まで懸命の走りを見せるが結果は23位。2016年初戦はスバル BRZ にとって課題の多いレースとなった。まあ、すごく残念な結果で終わってしまって悔しい気持ちもあるし、まあ、すごく心境的には複雑なんですけど、まあ、でもここでネガティブに終わってもしょうがないので、まあ、どんな結果であろうとやっぱ優勝を目指して頑張らないといけないので、これをバネに、次に切り替えていきたいなと思います。まあ、スタートして最初10周ぐらいはすごい調子よくて、トップグループで全然レースできたんですけど、まあ、かなり一気にタイヤの方もきつくなってきて、まあまだ始まったばっかりなんでなんとか次に向けてしっかり気持ち切り替えて、またいい車作ってもらって頑張りたいなというふうに思います。まずは応援していただいた皆さんに、ね、本当に期待を持たせたんですけど本当にこんな結果で本当に申し訳なかったなと。まあ、それは我々チームとしても、それでめげてるわけにいかないのでひたすら勝つことを目標に我々としては、頑張ろうと思ってます。